はい、皆さんこんにちは、リトルリッツ佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先日発売されましたモビーズの T オンシェルプライムっていう、このねドライシャツ、これ僕なんですけど、先日届いてね、実際使ってるんですけれども、まあこれがね、いい子なの、すごいんですよ。で、その凄さをね、ちょっとレビューしてみたいなと思ったんですけれども、公式の動画があるじゃないですか。なので、基本的な説明はそっちで聞いてくださいと。で、今回僕がやりたいのは、あ、ここすごいなって思ったのを、ちょっと実験形式で、やってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、本日の実験内容なんですけれども、はい、用意しました。ここに水中ライトです。まあ別に水中用じゃなくてもいいんですけど、ライトがありまして、はい、ここに生地があります。これが T4 シェルプライムで使われている、メインで使われている生地です。まあいろいろちょっと実験の跡があるんですけど、生地があります。で、これに針刺します。針刺してブロワーです。このブロワーで圧力をかけてみると、シャボン液あります、シャボン液ありますというような感じで、ちょっと実験をしていきたいなと思いますので、ちょっとご覧いただければ楽しいかなと思います。じゃあ本日の実験教室始まります。よろしくお願いします。ではですね、まず最初の実験なんですけども、早速ブスッと行ってみましょうか。生地、ここのね、今チェックついてるこの丸いところに針で穴開けます。よいしょ。この辺かな。ブスッと刺します。はい、刺しました。こんな感じです。こんな感じです。で、ここにライトありまして、このライトで、よいしょ、いいですか、ここを今針が刺さってる状態のところでライトがついてます。で、この針を抜くと穴開きます。当然ね、穴が開いた状態になるんですけども、その穴見ててください。いきますよ。一瞬です。結構スーッと変わっちゃうんで見ててください。針抜くと、穴が光ってますよね。今、穴が光ってます。で、この穴、どうです?だん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 見えなくなってきましたよね。どうでしょう?今、閉じましたね。ほら、見えなくなっちゃった。もう一回やったみたい。よ、刺さった状態から、刺さった状態から抜きます。抜きますと、はい、穴塞がりましたっていう実験一つ目です。穴が塞がっちゃうんですよ。はい、で、これはなんでこんなことが起こるのかという話なんですけれども、このリップストップナイロンっていう生地を使って、いるんですね。これ表生地と裏生地がリップストップナイロンっていう生地を使ってるんですけども、これ繊維生地なんですよ。繊維なんです。なので織物なんですよね。こう縦糸と横糸があって、まあ、こんな感じで織ってるんですよ。で、そこに針をブスッと刺しました。今こうやって刺しましたね。で、針刺したんですけれども、ここわかりますかね、この繊維の間から針が通り抜けてる状態なんですね。で、この針を抜いてしまえば、ここがまたシューって戻っちゃうと。だから今ライトの光がこう抜けた瞬間にスーッとこう戻っていって、見えなくなっちゃったっていう、ことが起こりました。じゃあ次の、実験なんですけれども、今穴開きました。ここですよね。穴開きましたよね。穴開いたところにシャボン液ちょっと塗っていきます。シャボン液を塗って圧力をかけていきたいと思います。圧力かけます。そうすると
このように泡出ます。泡が分かりますかね。ここちょっと泡出ましたね。このぐらい泡出るっていうことはまだ穴開いてます。穴が開いているんですけれども、ちょっと待っててくださいね。これちょっと拭いてね。で、このリップストップナイロン、これねちょっと時間かかるんですけれども、こうやってまあ実験なんでね、今回ねグリ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 こう穴の開いたところを上からグリグリしてます。今このちょっとペンの裏側でこうグリ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 ってこうちょっと今やっているんですけれども、こう短時間で終わらせたいので、今ちょっとこんな力技でグリグリやっているんですけれども、まあ、こんなことしなくてもある程度自然に塞がっちゃうみたいなんですけどね。今やってみました。グリグリしました。でグリグリしたここの、そうグリグリして消えちゃいましたけど、ここをこのようにもう一回泡塗って、でブロワーしていきます。どうでしょう。このようにさっき穴開けたところから泡が出なくなりました。これすごくないですか。針でブスって刺した穴消えちゃったんですよ。でこれが起こるのがまたすごくって、これですね、このリップストップナイロンっていう生地の間にブルチゴムってい うゴムをね挟んでいるんですけれども、このゴムの特性がすごいんですよ。自己癒着って言って自分と同じもの同士がこうくっついてる状態だと、そのまま癒着ってくっついちゃうんですよね。なんで今こういう状態だったら針刺しました、針穴開いちゃったんですけれども、針を抜いてしまえば自己癒着で再度くっついて、で勝手に穴が埋まるっていうシステムがこの中で完結しちゃうんですよ。で今回はちょっと時間を早くしたかったんで、わざとグリグリしましたけれども、ちょっと時間を置けば勝手に埋まっていくみたいです、ね、今回はもう本当にもう時間5分10分でやりたかったんで、ちょっとわざとやってみたんですけども、こんなすごい性能がついた生地なんです。でさらになんですけども、これちょっと伸びるんですよ。これちょっと今伸ばした写真にここにドーンって出すんですけれども、これだいたい横16センチぐらいあって、ぐーって引っ張ると17センチぐらいになるんですね。でこのちょっとした伸びっていうのはすごく着やすさだったりとか、あと運動性能が良かったりとか、しゃがんだり立ったりとか膝曲げたりとかするときにすんごい楽なんですよ。でこんなね、実験動画をちょっと作ってみたいなと思って今回やってみました。モビーズさんのやつとはちょっとね、過激なことをちょっと針で穴開けたりとかしてみたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。で今回ちょっとやってった実験が、生地に針で穴開けたらね、穴の表面がまず埋まるとね、これはリップストップナイロンっていう繊維生地のおかげでスッと埋まっていくんですよ。でその後に、空気圧力ブーって圧力をかけながらでも空気が通らないように、こう中のねブルチゴム同士がこうくっついていくっていう自己癒着の実験をしてみましたね。ちょっと面白かったかなと思います。まあ、今回はねこの T4 シェルプライムの記事をねどんだけすげえのかっていうのをちょっとレビューしてみたいなと思って動画を作ってきました、本日もご視聴ありがとうございました。I'm gonna go get some more.
Thank you.